皆さんこんにちはです。今回はリクエストが多かったヘッキンメイクをやってみました。学生さんにも使えるようなナチュラルメイクで全部で1000円以内で仕上げてみたので、ぜひ参考にしてみてください。それではスタート。まずはこちら、ダイソーで買った BB フェイスクリームのオークルを肌に塗っていきます。伸びがめちゃくちゃ良くってカバー力はあんまりないかも。そしたら次にこちらの毛穴カバーパウダーっていうものを使っていきます。これはセリアで買いました。すごい粉飛びはするんですけど、どうかな、カバー力はだいぶあるかもしれない。はい、こんな感じでできました。そしてシェーディングを買うの忘れちゃったんですけど、これで大丈夫かなと思って、こちらのエルファシフォンファンデーション D のベージュを使っていきます。これちょっと濃いめなので、使えるかなと思って、でこれはここにねパフがついてて、ここに鏡もついてます。うん、 OK としよう。そしたらこちらのセリアで買いましたMP アニマルアイブロウマスカラ LB という色を使って眉毛を染めていきます。このブラシがちょっと固めですけど、まあ色は結構つくし、眉毛だけちょっと浮きそうな明るさかな。まあ髪の毛の色とこの色が合う人は全然いいと思う。はい、アイライナーとマスカラなんですけど、ちょっとねいろいろ結構試してみたんですけど、色落ちがすごいして、30分ぐらいするとパンダみたいになっちゃうのが多かったので、今回はビューラーでまつげをきっちり上げて、アイシャドウで、目を大きく見せていこうかなと思います。まずはまつげをしっかりビューラーで上げていきます。そしたらこちらのクレヨンタッチミーのアイシャドウショコラピンクを使って目をキラキラにさせていきます。まずここの白い色を取ってアイホール全体にのせていきます。すごい、こんなが落ちる。この付属のチップが太い方と細い方に分かれててすごい使いやすいです。でも粉はすごい飛びます、こんな感じ。そしたらこちらのピンク色を取ってこの二重の幅にのせていきます。であまり太すぎると目が腫れぼったく見えてしまうことがあるので、注意してください。そしたら今度は細い方でこちらのブラウンを取って目の際の方に塗っていきます。そしたら、目の下の涙袋の、目尻3分の1までにさっきのブラウンをもう一回のせていきます。こうすることによってちょっと垂れ目に見えます。であまりつけすぎるとパンダみたいになっちゃうので気をつけてください。そしたら、これラメグリッターアイシャドウジェルシルバーっていうやつ、これを使ってきます。これを目の涙袋に入れるんですけど、これ一見すごい派手そうに見えるんですけど、少しだけのせて手でぼかしていきます。このくらいのせて手で後でぼかします。こう何、光の加減でキラッと見えて、なんだろう、目が潤んだ感じの子に見えますね。目元はこれで以上になります。次にチークに移りたいと思います。まずはですね、こちらの AC クレヨンリップの03番アプリコットオレンジを使ってここにポンポンポンと乗せてきます。鼻のこう何、脇と目の下が交わるようなところにちょっとポン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 と抜けていきます。で手とかスポンジとかで伸ばしていきます。そしたらこちら結構皆さん使ってると思うんですけど、ミックスチークパウダー01番のピンクカラーを使います。これのねこの色、オレンジっぽい色を取ってさっきの上にポンポンポンとのせていきます。はい、こんな感じです。そしたら最後リップに行きます。リップはさっき使ったアプリコットオレンジを使っていきます。これを普通にこう塗っていきます。
このリップはすごいなんか保湿をしてくれるのでグロスはいらないかなと思います。自然に、なんだろう、リップをつけると、あ、グロスをつけると、なんだろう、ちょっと天ぷら食べた後になっちゃう人とか結構いるんですけど、これはこれ1本でね、ちょっと潤んでる感じにさせてくれるのですごいおすすめです。今回使ったやつは本当に全部いい感じに使えて、まあ、BB クリームはちょっとカバー力がないかなと思ったんですけど、他は全部いい感じに使えます。メイクの練習したいとかそういうのだったらすごいいいと思うので、ぜひやってみてください。それではチョコバナナでした。バイバーイ。